紅白オープニング音楽はしつつ、Eテレキズショーには乃木坂やセクゾラ登場。12月31日月曜日に NHK 総合他で放送される第69回 NHK 紅白歌合戦のグランドオープニングの演出が発表。合わせて新たな企画コーナー夢のキズショー涙平成その先へ涙も発表された。昨年に続き番組冒頭を飾るグランドオープニングでは平成30年紅白のある風景を名曲と共に振り返るをテーマに平成の紅白名場面のアーカイブ映像と今年の司会者や出場歌手を融合させた映像が展開される。この映像には司会者の内村光良、広瀬すず、桜井翔、嵐と紅組から愛子、あいみょん、AKB48、丘みどり、欅坂46、島津、綾田桜子、西野カナ、リトルグリー、モンスターが白組から嵐、キング&プリンス、郷ひろみ、純烈、DA ピンク、氷川きよしが出演する。音楽はスプツが担当している。夢のキズショー涙平成その先へ涙は2019年の NHKE テレ開局60周年を記念し、 E テレのキャラクターと松田聖子、 AKB48、 乃木坂46、欅坂46、セクシーゾネ、キング&プリンスといい出場歌手が E テレのおなじみの楽曲を歌って踊るショー。このコーナーのプロデューサーは司会の内村光良扮する NHK のコント番組ライフの人気キャラクター NHK ゼネラルエグゼクティブプレミアムマーベラスディレクター兼紅白スーパーバイザーの三谷幹事が担当する。三谷はこのコーナーについて NHK 子供向けコンテンツの過去と未来をつなぐような崇高なステージを考えているとコメント。案内人は大野っち、嵐と NHK のコント番組ライフのメンバーでもある俳優の室剛が務める。